はい、皆さんこんにちは、もちだです。もっち先生の英文法入門編従属節の話、最終回第8回となる今回は副詞節その2ということで、時の副詞節の中で前回お話しできなかった went wild について、そしてその他の副詞節について主なものをお話をしてまいります。それでは今回もよろしくお願いいたします。副詞節その2。それではまずは前回お話しできなかった時の副詞節の when と while のうち when からお話をしてまいります。こちらの文をご覧ください。 I was watching television. The phone rang at that time. 私はテレビを見ていた。電話がその時になった。で、この文の2つ目の文、The phone rang at that time. この at that time っていうのは、テレビを見ていた時、I was watching television の時点を指しています。このため、この at that time のところにですね、I was watching television という文を埋め込むことができまして、埋め込むときに従属接続する when を使って、The phone rang when I was watching television という言い方ができます。日本語にすると、テレビを見ていたときに電話が鳴ったとなります。そしてこの when というのは疑問詞だったものが接続詞としても用いられるようになったものなんですね。どういうことかと言いますと、The phone rang. 電話が鳴った。さあ、いつのことなんだろう。When I was watching television. いつのことかというと、テレビを見ていた時だった。というふうに文がつながるようになって出来上がった形、表現ということになっています。さあ、仕組みをもう少し詳しく見ていきますと、I was watching television というのは独立した文で、テレビを見ていたということですね。これに従属接続詞の when がつきますと、when I was watching television、これは副詞のまとまり、副詞節ということで、テレビを見ていた時にという日本語に対応します。そしてこれを文の中に埋め込んでいきますと、the phone rang when I was watching television、もしくは when I was watching television, the phone rang。となりまして、これで全体で一つの文、テレビを見ていた時に電話が鳴ったという日本語に対応します。続いて、ホワイルのお話です。こちらの文をご覧ください。It was raining. I stayed at home during that time. 雨が降っていた。私はその間家にいた。この文、二つ目の文の I stayed at home during that time。この that time、その時っていうのは、雨が降っていた時、英語で言うと It was raining を指しています。で、この時にこの前の文の It was raining を During that time のところに代入という形で埋め込んで一つの文にすることができるんですね。そしてその時に使う従属接続詞は During ではありません。 During は前置詞ですので従属接続詞の用法がないので、 While という別の語を使ってこの While を従属接続詞として用います。そうすると、I stayed at home while it was raining という文が出来上がりまして、雨が降っている間、私は家にいたという日本語に対応するわけです。仕組みを詳しく見ていきますと、It was raining、これだけであれば独立した文で雨が降っていたということなんですが、ここに従属接続詞の while がつきますと、while it was raining、これで副詞のまとまり、副詞節となりまして、雨が降っている間、という日本語に対応します。これを文の中に埋め込んでいきますと、I stayed at home while it was raining. もしくは、while it was raining, I stayed at home. となりまして、これらは全体で一つの文。雨が降っている間、私は家にいた。という日本語に対応するわけです。続いて、条件の副詞節のお話に入っていきます。まずはこちらの文をご覧ください。It may rain.雨が降るかもしれない。この may というのは、現在の時点で実現の可能性があることを表す助動詞です。助動詞ですので、助動詞プラス原形という規則に従いまして、may rain となっています。これは雨が降る可能性と雨が降らない可能性の両方があることを表しています。で、そうしますと、雨が降った場合を想定して話を続けることというのも文脈とか会話の流れの中ではあるわけですね。そして雨が降った場合の想定を表す文を埋め込んで一文にまとめることもできます。
この時に用いる従属接続詞が if です。すなわち、It may rain. In this case, I will stay home. と。雨が降るかもしれない。降るかもしれないし、降らないかもしれないけれども、降った場合、この場合は I will stay home. 家にいようという文なんですね。すなわち、この in this case というのは、雨が降った場合を想定しているわけなんで、これを一文でまとめて表すときに、If it rains, I will stay home. 雨が降ったら家にいようというふうになるわけです。そしてこれは実現した場合を表すため、if 節の述語動詞は、will とか may などの助動詞を使わずに、現在形の動詞を用いるという約束になっています。仕組みを詳しく見ていきますと、It rains, 雨が降る。これだけであれば独立した文です。これに従属接続詞の if がつきまして、If it rains となりますと、副詞のまとまり、副詞節となって雨が降ったらという日本語に対応します。そして、これを文の中に埋め込んでいきますと、I will stay home if it rains, もしくは、If it rains, I will stay home。これらが全体で一つの文となりまして、雨が降ったら家にいようという日本語に対応します。最後に見ていきますのが、理由の副詞節。まずこちらの文を見てください。Hanako said funny things. Taro left for that reason. Hanako は面白いことを言った。Taro はその理由で笑った。その理由、for that reason, that reason というのは、Hanako が面白いことを言ったこと。英語で言うと、Hanako said funny things を指しています。この時に、この Hanako said funny things を for that reason のところに代入する形で埋め込んで一つの文にすることができます。この時に用いる従属接続詞は because です。for that reason の for、これは前置詞の予報しかありませんで、従属接続詞には使えないんですね。ですから because という接続詞を使って、こちらの文。Taro left because Hanako said funny things となりまして、太郎は花子が面白いことを言ったので笑ったとなります。仕組みを詳しく見ていきますと、Hanako said funny things というのは独立した文で、花子が面白いことを言った。そしてこの文に because という従属接続詞がつきますと、because Hanako said funny things。これが副詞のまとまり、副詞節となりまして、花子が面白いことを言ったのでという日本語に対応します。これを文の中に埋め込んでいきますと、Taro left because Hanako said funny things. もしくは、because Hanako said funny things, Taro left. という全体で一つの文となりまして、Hanako が面白いことを言ったので、Taro が笑ったという日本語に対応します。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録をしていただけますと幸いです。概要欄で文法能力開発のご案内をしております。どうぞよろしくお願いいたします。